本日は4月2日ということで、新年度一発目のダラダラジオでございます。皆様週末いかがお過ごしでしょうか。どうも、あいちです。今週はおそらくそんなことなんて言うなよみたいなそんな感じのタイトルになってるかと思うんですが、これ何の話をしたいかっていうと、なんでそれを話そうと思ったかから先言っていい？普段ボイシーとかでね、活動するためにこう Google フォーム使って皆さんからの質問とか相談いただいてるんですよ。で、読ませてもらってるんですけど、ここ最近少し多いなって、前よりも増えたなって感じてる文言っていうかフレーズがそこなんですよ。そんなことで悩んでる自分ダメですよねっていうこのワードです。そう、まあ前もありましたよ。前も多かったですけど、多分質問がね、以前より増えたから余計にこう目にする機会が増えたのかなとは思ってるんですけど、例えば何かで悩んでる方がいます、そんな小さなことで悩んでる私ダメですよねって、もっと世の中には大変な人もいるのにみたいな。そう、例えば家族のことでさ、何か悩んでるとするじゃん。でももっとさ、しんどい家族でね、しんどい思いをしてる人もいるだろうし、現にね、自分のところに来る相談とかって結構しんどいのもあるから、そう、だからそういう方と比べると、そんなことで悩んでる私ダメですよねってがあるんですけど、それは思う必要ないんじゃないかなって思っちゃうんだよ。俺も思うタイプだからすごくわかるんだけど、自分の足を引っ張ってしまうんだったらそこまで振り切っちゃダメだよって、っていうのが言いたかったので、何が言いたいかっていうと、もちろん悩みとかさ、まあ、苦しみってきっと大小ある、比べることはできると思う、きっとね。でも自分にとって悩んでるとか、自分にとって苦しいっていうものがあったら、もうそれが事実だから。だって苦しいんだもん、悩んでんだもん。だから周りと比べてそんなことでなんていうことを、それでさ、なんか周りはもっと大変なんだからもっと楽に考えなきゃ、悩んでる場合じゃないよねってポジティブになるための発想ならいいの、それがいいけど、そうじゃなくて、ああこんなことで悩んでる自分ダメだわって、どんどん落ちる方の負のスパイラルにはまるためのその発想だったら良くないよなって。だって回復に時間かかるんだもん、余計に。だからそういう風に思わなくていいよって、悩んでる時点でそれが事実だよって、自分にとって悩みなんだから、それは悩みとしてしっかり受け取っていいんだぞっていうのは言いたかったの。そう、すごくそれは思ってて、なので、なんかそういう風にもしね、普段こう相談をくれてる方以外の方、ダラダラジオ聞いてくれてる方の中でそういう風に思ってる方もしいたら、ちょっと自分がこのね思いを伝えることで、そっかいっかって、でちょっとなんかポジティブに向き合うためのきっかけになったらいいなって思ってね、話をさせてもらいました。で、それプラスもう一個伝えたいことがあって、ちょうどね新年度なったので、これ前も多分ダラダラジオでどっかで触れたかもしれないんですけど、ぜひ皆さん新しい生活の中で憧れの人を見つけてください。憧れの人、はいこれはリアルの人でもいいし、別に、メディアの人、テレビの人とか、YouTube の人とか、ね、どういう形でもいい、まあ本当にアニメのキャラクターとかでも全然いいと思ってて、漫画とかゲームとかでも、憧れの人を見つけてください。で、憧れの人っていうのは、好きな人よりも憧れが大事で、こういう風になりたいなって、例えばじゃあ女性の方がね今聞いてくださってて、じゃああるね女性の、じゃあ女優さんとかにしようか、で憧れると、いいなこの人みたいになりたいなって思う人がいる。そしたらなりたいなって思う気持ちをもうちょっと分解してください。分解、どういうことかっていうと、どの部分に憧れを抱いてるのかなって。それが例えばもうメイクの仕方とかね、その外見的な、技術というかね、メイクの方法なのかもしれないし、考え方かもしれない、こういう場面でこういう風に考えることができるんだっていうとこかもしれない。もしかしたら姿勢が綺麗だからかもしれないね。字が好きってこともあるかもしれない。どういったことでもいい、もっと分解する。そうするとそこに真似できることが出てくるかもしれないよね。この前講演会行った時にですね、字の綺麗さ、字が綺麗になりたいんですけどって相談をもらったんですよ。私講演会の時に絶対質疑応答を入れるので、そこで会ったんですけど、でそこでね言わせてもらったこともこれと被るんだけど、字が綺麗になりたかったらもちろん通うのもいいよね、習い事としてやるのもいいんだけども、この人みたいな字になりたいって思う人を見つけて、その人の字を真似してごらんって。そう、そこは真似ぶってよく俺言うんだけど、真似して学ぶねはめちゃめちゃ成長の第一歩になる。これ考え方とかもそう、
だからさっきその憧れの人を見つけるときに、その外見的なものももちろんいいんだけども、内面的なところでも見つけてほしくて、そう、そうするとみんなが何かの壁にぶち当たったとき、悩んだときに、あの人だったらどう考えるんだろうなっていうふうに考えられると、みんなの中でこう普段パッと出てこなかった一面というか考え方が出てくるんだよね。いや、これめちゃめちゃ大事大事だよ。すごく大事にしてほしい。なので、繰り返しになるけども、リアルの人でもいいし、芸能の人とかでもいいし、アニメとかゲームとか漫画のキャラクターでも、登場人物でも構わない。構わない。あと俺もともとゲームのあるねキャラクターにめちゃめちゃ憧れしてて、そうやってやってたもん、学生の時に。うん、そうするとみんなの中で新しいこう考え方とか一面に出会いやすくなる。で、壁も越えやすくなるし、あ、こういう考え方ができるんだっていう自分自身の発見もある。うん、すごくいいことが増えるので、ぜひぜひ憧れの人をね、まあもうすでにいる方もいるかもしれないんだけども、それをさ増やすこともいいじゃん。別に一人ってかね限定することでもないので、ぜひそんな考え方をねこう持ちながら新年度進んでいってもらえたらいいなと思って、今回ねこの話をさせてもらいました。はい、ということで本日もここまでお付き合いいただきありがとうございます。また次回ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは残りの春休みね、ぜひ充実した春休みお過ごしください。私もね、あの下の子が新1年生小1になるので、もう準備バタバタだなと。今家をね結構家具の大改造とかしてて、今日大失敗したんだけど、そうなの、あのね、ちょっとごめんね、余談なんだけど、2階にあるそのある部屋にある本棚をね下に持って行こうと思ってやってたんだけど、階段通らなくて、あーもう失敗した、めっちゃやらかしたみたいな失敗をしました。はい、まあ、そんなこんなでバタバタしておりますが、皆さんお互いにね残り良い春休みを過ごしていきましょう。それじゃあ、また次回お会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。